タクシュゲルキヨ氏は、江戸時代後期の武士、秘前国佐が藩士、宅鍋島家十代当主、旧大宅有主、宅茂となりの三男として誕生。文化十一年、受け役家老だった父、茂となりが、犯罪性の悪化の責任を取らされ隠居を命じられた、ため、家徳を相続した。幼い頃より聡明で、最地に富、み、文政九年三月、藩主、 鍋島成直より賛成を命じられ、11月には、わずか16歳で当役となるが、天保元年、成直が隠居して、蔡正氏が藩主となると、次第に藩政から遠ざけられる。天保6年5月10日、佐賀城二の丸で火災が起こり、役所が、宅屋敷に移され往来が頻繁になったことで、天保7年、屋敷が隣接する、深堀領主、鍋島持長の着難。 持ち子との性質奥との不義密通が発覚した。奥は、シュゲル・キヨシの性質をためや藩主、サイ・タダシの妹であった。10月に、シゲル・キヨシは職を説かれ、藩主・なりセより謹慎を命じられた。本来死罪となるところ、サイ・タダシと仙台藩主・なりなおが相談の上、12月20日に、死業を召し上げ浪人を命じられる。翌日21日に、弱子、松千代に、 改めて治療7千国が与えられた。これを、卓の人よ老人と呼ばれる。天保8年1月、一水と改名し、天保14年1月6日募集した。去年32、菩提寺の円通寺に葬られた。募集された地業は、天保14年3月、先祖の功績により元に戻されている。ありがとうございます。